まあ、今3つの領域から6つとか、まあ、10個とかになって非日常領域の薩長同盟ですか薩長同盟誰と同盟するんですか続き笠さんよろしくお願いします。はい、お願いします。今回その最後の3話目で、まあ、今後のポート社について聞いていきたいと思うんですけど、まあ、中継出されて、はい、やっぱりなんかマーケットも中継ほんまに行くんかいなと期待としても、まあ、まだ織り込まれてないなと僕はまあ結構安いなと思ったんですけどぶっちゃけ、まあまあ個別銘柄推奨してるわけじゃないんでこのまま努力不足頑張ります。一見するとなんかその中継って、まあ、特に5年とかになってきたらなんかその発行体もなんか M&A でなんとかなんじゃんみたいな、ね、5年ってまだ今ちょっとまだ見通せないですよね、業績ベースでは、はい、もちろん将来としてどういきたいっていうのはありますけど、具体的な数字でってなるとまあそうですね、うん、でポーズ社今回まあその 3年23年目指して、でここもなんか M&A に頼っちゃうんじゃないのみたいな目線あると思うんですよ。そうですね、これどうですか。やっぱりその昨年ですね、やっぱりその、まあ、就活会議で、うん、あとまあドアーズリフォーム会議ですね、はい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 、でこれまあ M&A それぞれ金額が、はい、こっちが 8.5 億、うん、で、もう一つが16億、16? はい、なんでまあ20数億になってて、あ、まあ、我々にとってはすごい大きい M&A だったので、うん、いや大きいです、まあ、そういった意味もあって、うん、結構 M&A でこっからもやっていくんでしょっていう話にはもちろん言われるんですけど、あ、言われそう、まあ、確かにもちろん M&A はもうどんどん考えていきたいなと思ってて、うん、はいはいはい、ただやっぱりまずさっき前提として私たちが思ってるのは、はい、やっぱりそのナンバーワンになれる領域に絞って、うん、それ以外をまあ売却して、うん、今こう再チャレンジというか、うんうんうん、まあ、グロースかけにいってるっていう状況で、で中で言うとこの既存の事業だけでまだまだですね、伸ばせる余地っていうのが非常に大きいと思ってるんですよ、うん、なるほど。なので今中継で100億って出してますけど、うん、内訳ベースで見てもそのうちの 85% っていうところは既存の領域で、うん、市場シェアを伸ばしていくという計画を出させてもらってるんで、はいはい、M&A も積極的に考えてますし、うん、まあ、やっていこうと思ってるんですけど、うん、ただこの既存でですねまだまだ伸びる余地が非常に高いっていうのが、うん、まあ、我々考えてるところですね、うん、はい、いわゆるトップライン利益のところもまだ本当に伸びしろあるっていう風に、はい、そうですね。やっぱり就職だったらもうユーザーこれだけ占有率あるんだったら、うん、顧客をどれだけ獲得できたらもうどれだけ売上伸びるのかっていうところがありますし、あ、まあ、十分もうユーザーサイドにおいては業界でもトップクラスなんで、うん、そういった意味ではまだまだ余地があるだろうと、うん、でリフォームはむしろ顧客の数がナンバーワンなんで、うん、なんでもうあとはユーザーをどれだけ集められるようにするかっていうところなんで、なるほどね、こっちに注力すればいいよねと、はい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 、でもカードのところに関しては、まあ、顧客ってそんなに送客先変わらないんで金融機関さんなんで、はい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 、なんでもうあとはいかに送客数伸ばすかって話なんですけど、うん、まあ、ここまさに強みを生かしていけば、うん、十分伸ばせると思ってるんで、うん、それぞれ3領域ともに伸びる余地があるって思ってますね、うんうん、第3四半期の決算資料を見たんですけど、はい、すごい丁寧だなって思いました。具体的だしやっぱり各事業別の業績 KPI までちゃんと出してる企業は、うん、相対的には少ないんですよ。そうですね、まあ、やっぱりでも意識するようにしましたね。やっぱりこの中継を出す前までの、うん、やっぱり自分たちの状況って結構まあどうですか、ざっくり丸めて、はいはいはい、まあ、キャリア領域ってなっちゃって、就職とか転職とかいろいろ入ってたりとか、うん、ファイナンスもカードローン、FX、クレジットカードでいっぱい入ってたりとか、はいはいはい、こういうのやっていくんじゃなくて、もう一個切り出して、かつこれをナンバーワン取りに行くと、うん、意識をちゃんと前にも出していこうってことで、はいはいはい、切り替えましたね。あ、はい、それでまあ書き方みたいなのも変わってきたんですね、その出し方、ね、IR 資料の。そうですね。新領域もすでにページとしては割かれてるじゃないですか。あ、そうですね、まあ、新規事業を複数、まあ、作っていて、まあ、地方創生系、うん、まあ、オンライン診療、うん、あとは、まあ、フリーランス系のエンジニア領域、それぞれの領域に、まあ、積極的に投資していってるんですけども、うん、まあ、この中から事業を作っていくっていうのも、うん、当然ありますし、うん、加えて 新規領域っていうところには、まあ、M&A も含まれてくるので、まあ、そういったところを組み合わせしながらですけども、うん、しっかり業績出していきたいなと思ってますね。はい、加算さん的に新領域のここは結構いきそうだなっていうところあります、言えます。いやでも新領域はまあその、まあ、地方創生の事業もオンライン診療もそうですし、うん、まあ、可能性しかないなと思っていて、どちらかというとその、まあ、逆にその可能性がないやつを早く撤退する、あ、やってるけど、今やってるけど小さいプロダクトを運営し続けない、中継を出す前に自分たちの中で
こう心に決めたことであるんですよ。マーケットでナンバーワン取れるビジネス作っていかないと、うん、やっぱり業績も大きくならない、レバレッジも効いていかないし、市場シェア、市場に対して大きなインパクトを作っていけないっていうところも、やっぱり我々も実感したんで、うん、まあ、そういったところから早く脱却するってところは常に決めながら新規事業も作っていきたいなと思ってますね、うん、マーケット注目したら、はい、いけそうなところなんか結構ありそうっちゃありそうですね。まあ、まあそうですね、まあ、あとはその、まあ、我々のその非日常体験の意思決定支援というところで、うん、まあ、まさに非日常な領域でのインターネットのメディア事業ですけど、うんうん、これまあまあ、例えばまあ観光総裁、不動産とか、まあ、介護医療とか、まあまあ、いろいろあるんですよね。なので、まあ、そういった領域への展開余地っていうのは、まあ、常に見計らっていきたいなと思ってますね、はい、デジタル化遅れてるところも狙いどころですよね、そうですね、基本的にやっぱり非日常的な領域に多いんですよ。日常的な領域であればあるほどやっぱり その、まあ、そこの対象人口も多いし、そういった領域ってどんどんデジタル化されていってるんですよね、まあ、旅行とか、まあ、小売とか、まあ、美容健康もそうですけど、まあ、いろいろそういった領域って、まあ、ライフスタイルの領域ですよね、はいはいはい、でやっぱり非日常的な領域であればあるほど課題もすごくこう深いし、で、まあ、ターゲットもそれぞれ違うし、なのでそういった領域ってデジタル化が遅延してるんで、そういった領域はやっぱりインターネットを通じたマッチングのデジタル化もそうですし、それだけじゃなくてサプライチェーン、まあ、そのマーケットの中にこうどんどん入り込んでいく、例えば就職だったらその採用管理、まあ、まあ入社後のこう研修、また労務管理もありますし、まあ、リフォームだったら、まあ、まさにその施工をやるにあたっての施工管理、まあ、資材の調達だったりとかですね、そういったマーケットにどんどん深掘っていきたいなと思ってて、なるほど、はい、なので、まあ、展開する領域っていうのを絞ってったっていうところありますね。うん、はい、頭いいっすね。ですかね、本当に多分そんなに頭いいですよ。褒め方が僕の方がバカっぽかったですけど。なるほど、いや、はい、非日常、確かにな、非日常がデジタル化が遅れてるっていうのは、そうですね、確かにですね、そうですね、そういう領域であればあるほど課題も多いし、頻度が少ないから、そうですね、もうリアルでやった方が早いんちゃうかみたいな、はい、そうですね、各事業者さんっていうところのデジタル化っていうのも非常に遅延していて、うんうんうん、はい、ここはまさにデジタルっていうのを導入していくことによっての彼らのこう生産性を向上させるところに対する介在価値も非常に高い、うん、まあ、特にまあリフォームとかそうなんですけど、うん、結局施工する方々って、うん、まあ、基本もう50代、まあ、60代以上の方とかも非常に多いわけですよね、うん、住まいの環境を作ってるのがそういった方々たちなんで、当然どんどん高齢化していくと、うん、その支える人たちがいなくなっちゃいますからね、なのでそういう意味で言うとデジタル化というか、まあ、テクノロジーをいかに導入していくかというところに向けて我々はあのぜひ取り組んでいきたいなというふうに思ってますね。なんかもう本当数年後とか今、領域で言ったら就活リフォーム、カードローンの3領域ですけど、はい、なんか非日常のメディア群、そうですね、まあ、複数領域立ち上げていきたいなと思ってますね。既存の領域のシェア拡大ってところが、うん、まあ、この3カ年は第一優先で、既存シェアを拡大していく、そこに向けてはまあまあメディアを大きくしていく、かつ縦に進行していくというところなんですけど、まあ、今後5年10年って考えると、この戦い方っていう型をいかに横に展開していきながら事業成長させていくかっていうのもテーマですね。数年後には3、まあ、今3つの領域から6つとか、まあ、10個とかになってそうですね、まあ、そうですね、既存の成長もさせながらですけど、はい、そうですね、非日常領域の薩長同盟ですか薩長同盟、誰と同盟するんですか同盟じゃないか同盟はしないですよね失礼しました。僕らとしてはやっぱりこの中継計画っていうのは、まあ、一つの通過点ですし、まあ、オーガニックでちゃんと達成できるぐらいまで伸ばしていきたいなってむしろ思ってるんですよね。あ、まあ、そういったところのこう自分たちの中での温度感をちゃんと外部の株主さんたちにもしっかり伝えていってですね、まあ、ある種こう IR をもっと努力していきたいなと思います、はい、なんかやってることが、まあ、その結構 高次元というか、だから、まあ、そこの理解がその聞く側のリテラシーにもよる部分あるなって感じましたね、僕も聞いてて、いやいや、はい、やっぱりインターネットのメディアっていう形のくくりからやっぱり脱却できるほどの、うん、あの成長率であったり、まあ、事業のこう展開レベルというのをちゃんと実現していけるように、うん、まあ、ちゃんと我々も努力していきたいなと思ってますね。なるほど、はい、いや、いい感じでまとまりましたね、これ。ありがとうございます。やっぱ中継達成一つのベンチマークというか一つの通過点のところだと思うんですけど、これからもポートを注目しますんで、あ、ありがとうございます、はい、今後ともどうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。